サビエ・ルイ・ヴィトンは1949年ヌイ・シュルセルヌに生まれ、ザビエの祖父は常に高級で傷のいいワインに親しみ、毎年有名なワイナリーへの買い付けにザビエを引率した。その時ワインに対する情熱が芽生え始めた。彼の長い間培われたワインに対する情熱、祖父との良き思い出ともにワイナリーをフランス南のアプト村の近くに所有することとなった。彼のたっての夢を実現する革新創造性及び USA の特殊性を持ったブランドが誕生。エクセルビーバーイザベル・ルイ・ヴィトンっていうの1万2000円払って書く必要ありました？この近藤レイトさん、あのウィキペディアのコヒペかどうか分かんないですけど、まあ、すいませんありがとうございます。なんかあのはい、日本プラスラ・フランスでまた1万2000円払って、大丈夫このレイト近藤さん、お金いっぱい払ってるけど、なんかそのこれなんか拾ったクレジットカードとかで払ってしまないの？なんでこれ1万2000円を何回も払うのか分かんないんだけどさ、ね、多分ね、500円でも僕多分読んでます。あの要はあの、ね、今この250円払った、まあ、あのブライアン・ハロード・メイさんが街中で金バッジ風のものをつけてやりたいんですが、身分を詐称しない限り犯罪じゃないんですよね。6回目、身分詐称したら犯罪ですよ。ただ議員バッジ風で違うものなら法律には触れません。でこれ250円だと多分僕スルーするんですけど、あのスルーする可能性があるんですよ。あの流れちゃっちゃうのでコメントが、今のその9524人が見ていてコメントがいっぱい流れてちょっとなんですけど、ただ500円以上払うと上の枠にこうあのスーパーチャットが出てきて、そこをクリックするので、多分この1222人の人ってその上の枠に出るんですよ、黄色の人。マスクの転売動画を出したら訴求されて罰則されるから待っとけというコメントがたくさんありました。こういう嘘で人を脅してくる人を罰する法律はありますか？罰する法律はないですね。ただあの法律が訴求されることはないので損することはないと思います。ただそれを罰する必要ってある？奥様がツイッターで大丈夫かこの酔っ払いと、どうせなら僕と YouTube コラボしませんか、はあ、なんだろうね、奥さんに謝ればいいですかね、はい、サービス業で値段ではなく高級だと思わせるポイントやコツって何だと思いますか？接客、その要は立ち振る舞いって、あの人は結構見ていて、その人がその要はある程度礼儀作法を知っていて高級なお店にずんずる動きをしているかどうかってなんとなく人って分かるんですよ。そのなんかじゃ あのラーメン行った時に「はいお待ち」っつってこう置くんですけど、高い店に行った時ってあのグラスを置く時に、このねグラスの下に今僕小指を置いてるんですけど、小指を置いてそのテーブルの上にコップを置いて小指を抜くんですよ。でこうするとあのガチとかガチャって音がしないんですよ。いやその指を一回挟んであのコップを置いてそこで抜くっていうのをで、これってあのある程度高級な店で接客とかウェイターをやったことがある人は常識として知ってるんですよ。っていう感じでその高いお店の時の立ち振る舞いっていうのを人は実は知ってるんで、要はあの高いお店ってこういう振る舞いするよね、安いお店ってこういう振る舞いをするよねって実はなんとなく分かってるんだけど、細かい違いで何の違いかまでは意識しないけど目の前でやられると分かるんですよ。っていうその高いお店なりの立ち振る舞いっていうのをちゃんとマスターした人が接客をすると高級なお店って誤解してもらえます。であのちょっと前までって内装にお金を払うと高いお店っていう風になったんですけど、今ってそのなんか美容であるとか、なんかそのプライベートな隠れ家であるみたいな、なんかその家庭的であるっていうのを逆転取って、その看板も出ないし隠れ家的でそんなにそのお金かかってない内装なんだけど椅子だけはなぜか高いとか、そのウェイターの人だけは超割ときちんとした接客をするみたいなのが実は高級な感じみたいな見せ方っていうのもあったりするので、なのでそこにお金をかけないで接客に対してその接客を知ってる人っていうのにお金をかけるっていう方がコスパいいんじゃないかなと思います。このトミーさんは1000円払ってポコティンって書いて何がしたかったんだろうね、はい。
2005年にアングロサクソンミッションという生物兵器による人工削減計画を計画されたそうですが、ひろきさんはアングロサクソンミッションについてどう思いますか。アングロサクソンミッションについては僕は分からないんですけど、今回のコロナウイルスを日本に普及させたのは僕実は厚労省の陰謀なんじゃないかっていう説を若干唱えていて、その要は0歳から19歳って中国で亡くなってないんですよ。でその70歳以上が致死率 WHO10% で、80歳になるとなんか 15% になるみたいな感じで、その高齢者ほど亡くなるんですよ、コロナウイルスって。でその今の日本の年金って実はもう維持不能だよねって言われていて、でなんでかっていうと寿命がどんどん伸びていて、もともと今の年金システムって大体70代で亡くなるっていう前提で組み立てたんですけど、でもそれが80歳90歳まで生き残ってしまうとそんな年金払えないよと。でその今ってなんかその90まで生きると2000万円足りないよねっていうのが言われてるわけじゃないですか。そうすると90歳まで生きなければ年金は維持できるんですよ。でめちゃくちゃ感染能力が高くて若い人は死ななくて、高齢者だけは 10% 以上死ぬウイルスっていうのが仮に日本に存在して日本中で普及すると日本の平均寿命一気に下がるんですよ。でそうすると厚生労働省っていうのは年金改革っていうのはもともとテーマにあって、いかに年金を継続できる維持可能な状態にするかっていうところでいくと、コロナウイルスっていうのは日本に普及させると年金改革が成功するんじゃないかっていうのは論理的に成立するんですよ。でそのダイヤモンドプリンセスっていうコロナウイルスがめちゃくちゃ広まった船があるんですけど、でコロナウイルスに感染しているにもかかわらずそこから出てきた方々っていうのを横浜駅で解放して公共の電車だったりバスとかっていうのに乗せるっていう判断をした人がいるんですけど、その判断をした方は厚労省の方なんですよ、厚生労働省。でその最近愛知県かなんかでその自宅に自粛してくださいって言われた方が飲食店に行って、俺はコロナウイルスにかかってるんだっていう風に言って広めて、その周りにウイルスをばらまいた方がいらっしゃると思うんですけど、でも方をその要は閉じ込めないで自由にさせたっていう判断をしたのは厚生労働省の方だと思うんですよね。っていう感じで、その長期的に日本が年金というシステムを維持するというところで考えると、今の厚生労働省の方々がしてらっしゃる行為というのは論理的には正しい可能性があるんですよ。なので僕はその厚生労働省の副大臣の方は頭悪いんじゃないかなっていうのをツイッターで書いたんですけど、長期的に日本が年金を維持するためには行為は正しかったのではないかなというのは薄々思ってたりします。インスタグラムの広告ですって書くためになんで1万2000円払うのかな、この人は大丈夫？なんかね、世の中お金ってもっと大事なことに使った方がいいと思いますよ。なんだろうね、やっぱこの人盗んだクレカとか使ってるのもね。だってさ、このさ、なんかインスタグラムの広告ですって書くためにさ、なんでそんな1万円も払う必要あんの。ひろゆきさんの人生において浪人はプラスになってますか。浪人生です。あ、なってますね。言い方悪いんですけど、その僕中学生やって高校生やってって、それなりにその人生のレールには乗っ取ってたわけですよ。でその後大学生になったとしたら、多分その無職って人生で一度もなってなかったんですよね。まあその僕その大学出た後その会社をやっていたりはしたし、それなりに収入もあったので、その収入の全くない無職の状態って僕人生の間で浪人の時1回だけなんですよ。で浪人の時って何かやらかすと警察官に呼ばれたり捕まったりするじゃないですか。で職業何って言われて浪人生ですって言うとクズとして扱われるんですよ。要ははいはい無職でみたいな。で要は人間は無職になった時社会からどういう扱いを受けるかっていうのって、僕多分浪人になってなかったらそれ分かんなかったと思うんですよね。
いやその金を稼いでないという人に対してその社会だったり警察官っていうのはどういう扱いをするかっていう、そのまあ多分それなりのレールの人ってそこに多分行ってなくて大学生になりました就職しましたっていうので、その社会に対するの人たちが無職に対する目線っていうのを知らないと思うんですけど、で僕はその浪人の時に無職に対する目線だったり社会に対するが無職に対してどう扱ってるかって分かったんで、あ全然いけるっていうのが分かったんですよ。別に無職でいいじゃんみたいな、世間体とかいらねえしみたいなっていうのが分かったんで、僕はそこでその社会はどれその自分のレベルっていうのがどれだけ落ちたとしても別に最後ホームレスで一緒っていうところのその覚悟はできたんですよ。でただその一回無職やったことない人ってそのホームレスになることっていうのがなんかものすごい怖いことだと思っちゃうんですよね。なのでそのホームレスになってもいいやっていうその覚悟があったり、覚悟っていうほどきついことじゃないですけど、別にホームレスになってもそんな構わないよねっていう、そこら辺の気づきっていうのは若いうちに得られたのは良かったんじゃないかなと思います。